いきなり衝撃弾が飛び出した現地10月17日 MLB ナ・リーグ優勝決定シリーズの第4戦が行われロサンゼルス・ドジャースは敵地でニューヨーク・メッツと対戦その1回表1番 DH 指名打者で先発出場した大谷翔平がによる連続の超高速ホームランを叩き込んだ動画大谷翔平がによる連続で放った 190キロ超高速 ACR ダブルコート。メッツの先発左腕・キンタナがカウント10から投じたシンカーを強振。打球は速度117.8マイル、約189.6キロ、飛距離422フィート、約128.6メートル、でライトスタンドへ一直線に到達した。ポストシーズンでは走者なしの場面で22打席ノーヒットの大谷だったが、 ついに不名誉な記録にピリオドを打った格好だ。この日、NHKBS でライブ解説を務めているのが、シーズンを終えて帰国したばかりの前田健太投手、デトロイトタイガース、だ。完璧なホームランでしたね、と称えつつ、大谷選手は内寄りのボールを打つのがすごくうまいんですよ。金棚は、長打になるのでおそらく外で攻めたかったんでしょうが、さすがに大矢選手ですね、一発で仕留めた。 先頭バッターで最初の一振りでホームランを打てる選手はなかなか少ないですよと賛辞を送った試合はその裏に山本由伸が同点ホームランを浴びたがドジャースは3回裏にエドマンらがタイムリーを放ち再び3対1とリードを奪っている